はい、さーい、チャンプルーです。皆さんお元気でしょうか。今日はですね、クラブハウスっていうクラハでちょっといろいろ参加してる時にふとこういい話っていうか、それを以前にも YouTube にしたことがあるんですけど、そのことをふと思い出しまして、まあ結構いい話だなとかって思ったことを思い出しましたんで、そのことについてちょっと語ってみたいなとかって思いました。そうですね、ある人に YouTube の撮影していいかとかって聞いたことがありまして、その時に断られたんですね。どういうシチュエーションだったかっていうと、そのキャンピングカー、まあだいたい1,200〜1,300万円ぐらいするキャンピングカーだと思いますね。多分それぐらいするのかな。いや、もうちょっと安いのかもしれないですけど。で、その人にいろいろ話を伺いまして、どういう形でキャンピングカーに住むようになったのかとか、それから、そうですね、あと何を聞いたんだろう、どういうふうにしてこのキャンピングカーを手に入れたのみたいな感じで聞いてみたら、なんか弟さんからのプレゼントだっていうのを聞いたんですね。すごいね、弟さんからのプレゼントっていうことで、1,000万円ぐらいするやつのキャンピングカーを、その弟がプレゼントしたっていうんですね。じゃあ、あんたの弟っていうのは超お金持ちなんだねみたいな感じで言ったら、いや、ローンでこのキャンピングカーをね、自分に買ってくれたんだって言うんですね。へーとかって思って聞いてみると、まあ自分がね、まあ病気で、まあはっきり言うとガンダンだとかって言ってましたね、その人は。自分ではっきりね。で、それでまあその弟さんがその自分にね、そのストレスっていうか、まあね、少しでもそのなんていうんですかね、緩和してくれればっていうか、そういう思いからその弟さんが兄貴に対してこの車をね、ゲップで買ってくれたんだって。で、今はこうそのまあ車でね、こうキャンピングカーで生活して、そのストレスがかなり減ったっていうようなことを彼自身も言ってまして、最高なんだ今の生活はみたいなことを彼自身言ってたんですが、まあね、お金が有り余って兄貴にこう、その兄貴のためを思ってこうプレゼントしたわけじゃなくて、まあね、ゲップでこうお金を工面して兄貴に少しでもね、そのなんていうんですかね、ハッピーでね、もしかしたらその重大な病気もね、完治するかもしれないっていう、自然の力に接するっていうか、そういうその自然にね接すると、人っていうのはこうまたね、新たな活力みたいなのが湧いてくるっていうのを、その弟さんは何かで調べたんでしょうね。で、それでこうね、その自分自身の生活もね、ゲップで買うわけですから、まあ自分自身の生活もね、決して楽ではないと思うんですけど、その兄弟を思う気持ち、家族を思う気持ちっていうことから、自分にプレゼントしてくれたんだみたいなことを
こうその人が話してまして、まあもちろんこう YouTube にしてく YouTube に移していいかって聞いた時に、いやごめんだけどみたいなことで、そのことは断られたんですけど、なんかこう胸が熱くなるようなね、こうそのストーリーだったんで、そのことをね思い出しまして、まあね、そういうその心のなんていうんですか、温まる話っていうか、そういうものを今日ふとあのクラハでねこう思い出しまして、ちょっとまたそれを話してみようと思いましたっていうことで、あしまたやさーい、ピュッ。